はい、こんにちは。今回は FCS2 について、はめ方と、取り外しと、注意点を説明したいと思います。このボックス自体、いろいろフィンの、種類があって、まあ、大まかに言うとフューチャー、FCS、FCS2 ってやつがあります。FCS1 だと、このネジをはめないと、止められないんですけども、FCS2 ってやつは、ネジなしでこれだけでワンタッチで、取り外しができます。ピンの見分け方、右左真ん中っていうのがあります。ここがちょっとこうカーブしてる、これが真ん中なんですけど、これは均等にこうなってたりとか、左側はこっちにカーブしてたりとかしてるんですけど、右と左のフィンっていうのが外側が膨らんでて、中側が平らだったりちょっとへこんだりしてるので、まあ、あとは柄が違ったりとか最近は結構ありますので、それで見分けるといいと思います。で、実際にはめてみたいと思います。で、よくね、ここが入れるときにこういうふうにやって、ここで板を傷つけちゃうパターンが結構あるので、まずここからは入れないようにしてください。 FCS2 っていうやつは前からこうやって入れるシステムになります。なので、しっかりこの前をはめて、ちょっと塩がよく見上がりな板流すと思うんですけど、ここも意外と固着しちゃうので、よく流すようにしてください。で、こう前からはめてもらって、後ろをパチンって止めます。ちょっと硬いんですけど、力強くバンと、で、先端も前から入れて後ろを、で、もう一つ右側も前を入れて後ろを、で、たまにちゃんとはまってない場合、ここに隙間があるので、それだけちょっと注意して、よく板の方に入ってるか確認してから海に入りましょう。で、取り外し方なんですけども、海で取れないようにものすごく硬いです。なので、女性の方は結構きついと思います。なので、フィンの取り外しが、楽なようになってるのが結構あります。ちなみに、これが2000円ですね。これがあればものすごく簡単に女性の方でも取り外しできると思います。じゃあ実際にやってみましょう。で、もしね、こういうフィンズアウトとか、こういう取る機会がなければ、こういうのでも手を当てると痛くないです。まあ、これの使い方としては、フィンズアウトってやつは、奥まで入れてもらって、テコの原理で上に外すとって感じですね。この FCS2 なんですけども、従来の FCS1 のフィンも使えるようになってます。従来通り、このネジに合わせ水平に入れてもらって、で、このピンキーで、ここのネジを両方止めてあげれば大丈夫です。で、この隙間が気になる場合は、ここに入れるキットがありますので、そういうのを入れてあげるといいと思います。まあ、フィンはね、いろいろ種類があって、素材も違えば、軽さだったり、デザインも違って、大きさももちろん違います。F1 レーサーがタイヤをコンディションによって変えるのと一緒で、フィンも意外と変えると、全然違います。まあ、好きなデザインだったりとか、大きさだったり、波によって変えてあげるといいと思います。